アンナ・シューエル・アンナ・シューエルは、イギリスの女性小説家。生涯唯一の小説、黒馬物語で知られる。シューエルは、イングランドのノーホーク、グレート・ヤーマスで生まれた。クエーカーの家庭で二人、兄弟、二歳年下の弟、フィリップ・シューエルは設計士として、ヨーロッパの鉄道敷設に携わっていた。父は何度も事業に失敗したため、一家は何度かの引っ越しをしている。 14歳の時、雨の中を、学校から帰る途中に転んだ怪我が元で両、足首を痛めたが、無理をした結果両足が不自由になってしまい、歩くことができなくなった彼女は馬車を多用するようになった。シューエルはポニーに馬車を引かせて、父を鉄道駅まで送迎していたという。そしてそのことは、彼女の馬に対する愛情と動物への人道的な取り扱いに深く関わることになる。 彼女は未婚であるかあるいは子供がいなかったとされる。しかしフィリップが何人かの子供を残して亡くなってしまったため、実家で母、マリー・ライトシュウェルと共に子供の面倒を見ていた。アンナは母、マリーを非常に慕っており、マリーは児童向け福音書の作家であったため、アンナは編集を手伝っていたという。クエーカーとしてアンナとマリーは事前活動も活発であった。 また彼女はヨーロッパ各地の温泉で杜氏をしながら多くの作家、芸術家、哲学者たちに出会い、かつては触れることのなかった知識を深めた。シュエルの唯一の出版作であり、代表作である小説、クロウ馬物語は1871年から1877年にかけて執筆された。この間に彼女の健康は衰え、 寝台から起き上がることも困難なほどになっていたため、自身で執筆することはできなくなると、交渉により、マリーに書き留めてもらい、1876年からマリーは本格的な執筆を始めた。完成した小説を、シューエルは1877年11月24日、地元の出版社ジャロルド・アンド・ソンズに40ポンドで売り込んだ。57歳の時であった。現在、 この小説は児童向けの古典小説と考えられているが、当時の彼女は馬に携わった人々を読者と考えていたという。アンナは、この小説には馬への思いやり、共感、待遇への理解を説いた特別な狙いがあると述べている。この小説は発売されると人気を博し、当時の売上記録を更新、現在でも英語で書かれた史上6番目のベストセラーとされている。 シューエルは出版の5ヶ月後、1878年4月25日に肝炎、または肺結核で死亡したが、存命中にこの小説の成功を認めるには十分な期間があった。同月30日には、ノーフォーク州バクストンに近いランマスノクエーカー、埋葬地に葬られた。入り口の壁には、現在も、彼女の名前が記されている。彼女の生誕地である、 グレート・ヤーマスの土地は、現在は、博物館となっている。彼女は、ブリストル市、ウィックのブルーロッチで10年間を過ごしたが、現在は、ゴルフ場となっている同地のトレーシー公園は、小説に登場するバートウィック公園のモデルと考えられている。1866年から彼女が没するまで過ごした、オールドカットンにあるコテージは、当時の佇まいを残している。 他に乗リッジ市の施設として、シューエル・バーン劇場があり、兄フィリップが所有していた劇場である。またシューエル公園という小さな公園も1909年7月19日に開かれ、変わった三角形でかたどられた、加工岩石の水か岩桶は、シューエル一家の喧嘩用に用いられている。以下の文献は、英語版からの抽出です。ABC アンナ・エル、 わけ、黒馬物語講談社1984年 ISBN9 兆7840億6180万7174、ミセス・ベイリー、ザ・ライフ・アンド・レターズ・オブ・ミセス・シーウェル、1889、ピアニッシモ、272アンナ・シュウエル、著、阿部和江、ズエ、わけ、黒馬物語ブラック・ビューティー・文ニ 社2003年 ISBN9 兆7848億9336万1882ありがとうございます。